ジョン・モントレザーの1777年作成の地図。湖の左を走る道路は、この戦闘当時は、まだなかった。地図下方に、エドワード、ウィリアム・ヘンリー両トリデが見える。1758年の漢字機の戦いは、フレンチ・インディアン戦争中の1758年3月13日に、起こった戦闘である。イギリス陸軍及びロバート・ロジャーズ率いる。 ロジャーズ・レンジャーズとフランス軍、フランスと同盟関係にあるインディアンとの間の戦いで現在のニューヨーク州北部、当時はニューヨーク植民地とヌーベルフランスの間の辺境だったジョージ湖の近くが戦場となった。イギリス軍が戦闘の際に漢字機を履いていたためこの名がある。ロジャーズは180人ほどの兵を連れてフランスの配置を偵察に出かけた。 カリオントリデのフランス軍指揮官は、ロジャーズたちの動きに警戒しており、大部分がインディアンで構成された部隊を派遣して対戦させた。ロジャーズはその場から逃げる途中で、委任状を入れた軍服を捨てざるを得なかったため、フランス軍は彼がこの戦闘で死んだと思い込んだ。ロジャーズは追ってから逃れる際に400フィートの岸壁を滑り降りて、 ジョージコの結定した湖面に着地した。このガン兵器は、ロジャーズの岩、または、ロジャーズの滑りと呼ばれている。1754年に、アメリカ大陸のイギリス植民地と、フランス植民地との間で、両植民地の辺境をめぐっての領土争いから、フレンチ・インディアン戦争が勃発し、翌1755年には、本国の正規兵を派遣するまでに本格化して、行った。 1756年には、フランスは大部分の戦いで、イギリスに連勝したが、唯一の特筆すべき敗戦は、イギリスがシャンプランコからのフランスの南進を阻止した1755年のジョージコの戦いである。サンフレデリックトリデとカリオントリデを拠点に、フランスとインディアンの同盟軍は、ジョージコとその上流のハドソン側への偵察と調査を行っていた。 イギリスの方は、インディアンとの同盟関係は、さほどのものではなく、レンジャーの偵察力と情報収集能力に援助を仰いでいた。これによりレンジャー組織が作られた。指揮官には、ロバート・ロジャーズが就任し、最終的には、ロジャーズ・レンジャーズとして知られるようになった。イスラエル・パットナム1758年3月10日、ロジャーズはエドワード・トリデから、 北のカリヨントリデに偵察任務のため派遣された。エドワードトリデ指揮官の中佐、ウィリアム・ハビランドは当初は兵400人の派遣を計画していたが180人に人数を減らした。ところがフランス軍はこの偵察に気づいているのではないかと言われていた。フランスはこれより前に行われたイスラエル・パットナムのコネチカット遠征でイギリス兵を一人捕虜としており、 その兵がフランスにイギリスの軍事計画について喋ったのではないかと懸念されていた。このパットナムの遠征により、カリヨントリデの近くにおよそ600人のインディアンが野営しているのが明らかになった。遠征要員はロジャーズ・レンジャーズの兵が大部分を占めていたが、第27不評連隊からの義勇兵も何人か混じっていた。三月十三日、遠征隊は漢字機を吐き、 4フィートの積雪の中を行軍した。遠征隊の左手には小川、右手にはジョージ湖があるはずだが、急勾配の山に遮られて見えなかった。3時間ほど休憩を取った時、前衛隊が何者かを発見していた。それは、ロジャーズが報告書に96人のほとんどがインディアンと記した者たちだった。三月十二日、カリオントリデの指揮官である、 フランス軍隊員のルイ・フィリップ・ルドス・デベクールは近くに野営しているインディアンたちからイギリス軍が近づいてきているとの噂を耳にした。デベクールはこの情報に応えてデュランテ隊の200人のニッピシング族のインディアンと20人の民兵を派遣したが何も見つからなかった。翌日、2人のインディアンの石膏がイギリス軍の足跡を発見したと報告した。 3月13日の正午頃、デュランテは100人の兵を連れて、砦を立った。その少し後に、ランジ隊のインディアン兵200人がその後から、進軍した。この2つのフランスの合流軍のうち、デュランテの軍は、ランジ軍よりも100ヤード先にいるところを、ロジャーズの兵に発見された。ロジャーズの兵たちは直ちに待ち伏せの態勢をとった。デュランテの軍が射程内に入り、 ロジャーズの軍が発砲した。ロジャーズによれば40人以上のインディアンを殺したとなっている。デュランテの軍はチリジリになり取り乱して退却した。ロジャーズと兵の半分ほどがデュラントたちを追った。アローコとかロジャーズたちはマスケット銃に玉込めするのを忘れており、一方他のレンジャーズの兵は立ち止まって相手の頭皮を剥ごうとしていた。ランジの軍は 銃声に警戒し、彼らもまた待ち伏せの体制をとった。レンジャーズが来たところへ、ランジ軍の攻撃が始まり、およそ50人ほどを殺傷した。レンジャーズも相手が人数で上回っていること、彼ら自身の兵たちが減っていることを考慮した上で、果敢に応戦した。側面から疲れないための策は成功したが、1時間半にも及ぶ激戦のため、 ロジャーズの兵は目に見えて減っていった。このため、残りの兵たちは、なんとかその場から逃れようとした。ロジャーズと一部の兵は逃げをわせたが、レンジャーズの隊で降伏したものもあった。その時、レンジャーズの兵の一人のポケットに頭皮が入っているのが見つかり、結果的に彼らは殺され、頭皮を剥がれた。ロジャーズと多くの死者を出した彼の舞台は、3月15日に、 エドワード取り出に戻った。当初、ロジャーズ自身はフランスに殺されたと思われたが、実際には生き延びていたと報告された。この、フランスのこの報告は、ロジャーズが戦闘中に兵を見捨て、委任状が入った自らの軍服を捨てたことによるものだった。この逸話は、その後、ロジャーズが逃げる際に、丘陵の斜面を400フィートも滑りを落ちて、 結表したジョージコの表面にたどり着いたという展開となってこの地域に伝わった。何ら裏付けはないものの彼が滑り落ちたと言われる岩壁はほどなくロジャーズの滑りとして知られるようになった。戦死傷者と軍の人数の報告に関しては両軍の間でかなりの違いがあり、ロジャーズの報告ではフランスとインディアンの軍は700人で100人から200人の死傷者とある。 戦闘の様子についての証言は他の証言と比較して矛盾が多く様々な評論家が疑問を呈している。カリオントリダで捕虜になっていたヘンリー・プリングルは交流中の手紙の中で二度目の待ち伏せの後はフランスに有利に展開したことを明記しており、これでプリングルは自身の汚名をすすんだ。ロジャーズはレンジャーズの再建を続け、この年7月に カリオンの戦いに参戦した。ありがとうございます。